フアン・ミゲル・ミランダ・ラミレスは、キューバ・ピナール・デルリオ州出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。キューバのサイトでは1981年生まれとなっている。北海道日本ハムファイターズでの登録名は、ホアン・ミランダ。キューバでは2 0 0の2001シーズンから2003から2004シーズンまで国内リーグセリエナシオナルデベースボールのベゲーロスで、 ピナールデルリオに所属していた。左翼種か一類種として、守備につくことが多く、アテネオリンピック前の一時選考合宿に選ばれるなど、将来を嘱望されていたものの、キューバ代表候補としては三振の多さや、荒さもあり、当時最終的に選出される水準には到達していなかった。鈍則であることでも知られ、二イ打を打った後に代ーを送られたこともあった。 2004年初め頃にイカダに乗ってキューバから亡命した。2005年にドミニカ共和国で居住権を確立した。ヤンキース時代2006年12月12日に MLB のニューヨークヤンキースと4年総額200万ドルの契約を結び入団した。2008年9月18日の対シカゴホワイトソックス戦で MLB 初出場。2010年は出場試合数を 飛躍的に増やし、打率、219.3本塁打、10打点を記録した。2010年11月18日にはトレードで、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2011年は、スプリングトレーニングで打率、267.4本塁打、オプス、914の高成績を記録し、開幕ロースター入り。しかしシーズンでは65試合で打率。 213、本類が7オプス、717と不審で、7月14日に、ディフェとなった。2011年12月6日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。2012年6月9日に放出された。7月からは、メキシカンリーグのラグナカウボーイズに所属していた。2013年10月21日から、NPB の北海道日本ハムファイターズの、 周期キャンプにテスト生として参加し合格10月29日に契約合意に至った2014年中軸候補の一人として主にクリーンナップを務め116試合出場したが打率22714本塁打57打点に終わり10月21日に球団から戦力外通告を受けた2015年は メキシカンリーグのラグナカウボーイズと契約。2016年1月14日にトレードでメキシコシキレットデビルズに移籍し、2月17日に再びトレードでオアハカウォーリアーズに移籍。4月21日に解雇となる。5月17日にサルティオサラペメーカーズと契約するが、7月15日に解雇となる。ありがとうございます。